ポーチ大好き TV のお時間がやってまいりました。レポーターの一郎です。本日は第107回目、久しぶりの更新です。商品はこちらです。はい、山口メーカーウイローですかね、はい、真空パック5個入りって書いてあります。ウイロー、堀道山口駅通りって書いてありますね。製造者山口県のね、ウイローを紹介します。中開けてみるとこんな感じになってます。はい、お、どうなってんだ。あ、はい、あーすごい、5種類じゃない、3種類か。はいはいはい、白いのと黒いのと抹茶、開けてちょっと食べてみましょう。せっかくなんでね、これからいってみましょうか。はい、書いてある、白あんと黒と抹茶ウイロー。あー、すごいしっかりしたものに入ってる。こうやって開ける、あー綺麗だ。ウイローっていうか羊羹のイメージが僕あるんですけど、すっごい綺麗でプルプルしています。いただきます。うん、あ、味はさっぱり、甘さは抑えてる感じ、羊羹よりさっぱりしてます。あ、美味しい。うん、あ、美味しいですね。うん、あ、これね、僕羊羹ってもっと甘いイメージあるんですけど、ウイローはすごい、なんだろう、あっさりしてて非常に食べやすい。あとね、口どけもいいです。うん、あ、美味しいこれ。うん、あ、本当に、うん、あの、どうする、もう一個ちょっとこれも食べてみようかな。白い方、今黒いの食べました。白い方はどうなんだ、見た目ちょっと白だけど、うん、ちょっと白色です。はい、うん、うん、味はあ、白あんかな、こっちは。うん、ああ、あ、でも僕は白あんの方がいいかな。美味しいですね。うん、真空パックのウイロー。うん、まあ久しぶりの更新で山口メーカーを紹介させていただきました。またでも抹茶もあるんですけど、とりあえずね、2種類ちょっと味わって食べてみました。それでは、またのご当地商品でお会いしましょう。さようなら。